ニュースのお時間です。テレパ党の党首が、翼の党と大田区議会議員の荻野との揉め事などなどに首を突っ込むも相手にされていない件。以上。行ってくりゃあいいのに。安とママにお世話になっているなら、がむしゃらに何でもいいから、一円の利益でもむさぼり食いに行けばいいのに。こんなこと言うから、逆にやらなくなっちゃうのかもね。あと、内藤さんが今になって、 千葉の兄貴や周辺に文句たらたらみたいっす。円満退社じゃないのか。立つ鳥跡を濁さずってのは未練をぐっとこらえると、後から遊べたり、良い関係だから本当に困ったら相談に乗ってもらえたりなど、プラスに作用するんですよね。ここで私が実生活でやっていることなんですが、積極的する。後からムかついてきて文句言ったろって思うとき、結構ありますよね。でも そんなの続けていたら気がつけば焼き畑みたく誰もいなくなっちゃうかもなんです。だって、面倒な人と絡みたくないから人としてスルーされるじゃないですか。距離を空けたり。それに、おじさんになってイライラしてるってマジでダサくて、ガキの時、おっさん何キレてんのってゲラゲラ笑ったりしてなかった。してたでしょ、結果、ダサいってはなしでもあるんですが。おっさんの流儀ですが、 怒りの矛先をプラスに変えるってのが、おっさんの流儀なんです。世の中めっちゃ面白いんだけど、先に出世すると役職って目に見えるブランドによって失礼な態度とらなくなるんですよね。偉くなったり、有名になると、別に人として好奇になったわけでも何でもないし、なんなら真夏の足なんて臭かったりするわけで、何も変わらないんだよ。でも、何かタイトルを得るだけで、10人中5人くらい態度が変わってくる。 翼の塔に便乗して、相手にされてねえな。千葉の友達に、何か言ってんよ。そんな視聴者の声が聞こえてくる気しませんか。もしもだよ、大臣がやらせだって言ったら、賛否はあれど注目され耳を傾ける人がめっちゃ増えるよね。もし、内藤さんが社長だったら、ブレイキングダウンでも連戦連勝だったら、内藤さんに失礼なことしやがって、そんな世論が巻き起こるわけなんです。 全員とは言わないし、賛否もある。おっさんの目には目を、歯には歯を、暴力や暴言じゃなく、積極的スルーしながらもみれろよ、何でもいいからちょっとだけ上に行って見返してやる。黒川さんは代表だけど、議員じゃないから議員になって見えるでもいいだろうし、何なら限界集落の村議会でもいいわけだよね。政治家ってタイトルは手にはいる。例えばだと。内藤さんなら、 積極的スルーからバリバリ働いて、会社の利益が増えたら、相手はどう思うかな、扱いきれなかった自分のマネジメント能力の低さに愕然とするだろうし、惜しい人材を手放したって思うかもだよね。全人全霊で思わせなくたって、1ミリでもそう思われる要素があればそれで勝ちなんだ。勝ち負けって、結局どこまで行っても自分が決めるもんじゃん。自分がえへんって思えればいいだけ。よく、 成果出すにはハングリー精神があればって言うでしょ。ブラジルの子供は、サッカーで金持ちになれるってイメージしやすいものが近くにあるから、頑張るんだよね。おっさんになると、過去の経験が多すぎて、ワクワクイメージが持続しなくて気がつけば諦めちゃうんだよ。ガキの時なんて、隣町に自転車で行くだけでアマゾンの密林を探索している冒険家気分だったけど、隣町に行っても、今じゃ何の刺激も何もない。 逆に、積極的スルーをプラスのイメージに持っていく、何ならイメージできないなら、考えられなくなるまで疲れる、何で疲れるかって仕事だったり、連続配信だったり、何だっていいと思う、プラスになるやつなら。ってのが、おっさんの流儀なんじゃないのって思ってる。経験が積み上がって刺激のない日常なんて飽き飽きだよ。でも、抜けられない、だからエネルギーを何でもいいからぶつける。 そので出出しが積極的スルーからの心の奥に檻のように溜まったもやもや。そのもやもやから暴れるんじゃない。違うんだよ、大人としての暴れ方をするんだ。絶対、今日の俺、お前よりすごいよね、マジでってね。そしたら、ガキの時にアマゾン探索隊の気分だった隣町へのサイクリングみたいな気持ちになれる気がするが、なかなか慣れていない。なだこれでもいいや。ただ、 それを消化させてコンテンツ化させて金にするってのもあり。その際は、見せ方は必要かな。また、見に来てね。